はい、えー、どうも、ボトぶです。7月2日です。はい、7月になりました。7月ですが、まあ、外歩いたら暑いの、なんの。ね、昨日とか天気悪かったんでね、今日は、あ、晴れたなと思って、ちょっと外行ってみようかな。ちょっと家の中で、編集ばっかりやって疲れたんで、ね、外行ってみようかなと思って出たらね、暑い暑い。まあ、大変ですね。まあ、7月ということで、 まあ、またいろ編集もしてますが、まず一曲流します。オーシャンカラーシーンで、ジュライ。はい、えー、オーシャンカラシーンのジュライですけども、昨年とかも流してんじゃないかなと思いながらですね、流しましたけども、まあ、7月ということで、はい、スポーティバリの4月のトークテーマもね、発表されてましたので、えー、まあ、その中からですね、一つ喋ろうかなと思いまして、花火大会の思い出っていうのをね、 まあ喋ろうかな。花火大会っていうのが、まあね、あの、自分の実家、まあ今実家ってとこ引っ越しちゃってるけど、前住んでたところからですね、まあ花火大会、花火が見れたりしたんだよね。で、今のところ、今住んでるところもですね、名古屋港の花火大会が見えるんですね。見え、花火が見えるんですね。いや、結構ここを選んだね、一つ、まあ決め手でもありましたよ。 ここからなら見えるね、みたいな感じね。ありまして。まあ、まあもちろんね、現地に行った方が臨場感があるんでしょうが、名古屋港の花火だけど、自分は行ってないかな。奥さんが行ったことあって、すっごいもみくちゃになったらしくって、散々脅されて結局行ってない感じ。<laughs> そういうのには行ったことないなと思ってね。娘がね、一回行ったんですよ。 そう、相当すごいよって、お、脅されながら行きまして、えー、帰り、やっぱり駅がすごいことになってたみたいでですね、あの、ヘルプの電話が入りまして、<laughs> これじゃ帰れないっ、つって。向かいに来てくれっ、つって。車で行きましたけどね。うわ、混んでんなって、これ混んで時間かかるよ思う、ね、ともね、連絡しながら。で、どこにいるみたいな感じで連絡しながらね。で、まあ、コンビニの近くにいるっていう話だったんで、 ま、って、ようやく着いたわ、と思って、どこいると思ったら、横断歩道の階段の下の、もう、暗がりの中に縮こまってじーっと見まして。<laughs> 小動物か、と思って。友達はって、もう帰った。あ、友達帰ったのね。と友達歩いていけるとこだったのね、みたいな感じで。コンビニもすごそうだね、っていう感じでね。まあ、迎えに行ったりしましたけど、 まあそういうね、まあ恐ろしい、まあ花火大会もありますけどね、もうまあもうちょっとね、あの、なんでしょう、良心的な、良心的な、普通の。まあ、自分の母親が、自分が育ったとこはまた違うとこなんだけど、まあ実家が引っ越してね、えー、あの、東海市っていうとこ、愛知県で行くとですね、えー、愛知県を犬,犬と見るか、カニで見るかによっても違うんですけども、犬だったら前足。 カニだったら右手のね、ところにあって、わ <laughs> かるわからんよね。<laughs> えっと、で、あれですよ、中部国際空港とかそっち方面の方ですね。そこまで行かないんですけど、そこ行く途中な感じですけど、でそこの花火大会があるぞというところで、えー、一回家族連れて行ったりしたんですね。で、えー、まあ場所取って、まあ座って見てて、妹もいたかなあの時はね、まあ花火ドーン、ドーンってね、 まあね、やっぱいいねって言いながら見てて、ね、あの、その時、この花火のスポンサーみたいなやつとかもあったりするよね。で、娘が小さた時に行って、で、息子が生まれて、もう一回行ったら、判明したんですが、息子がやたら花火が苦手。いや、花火が苦手じゃないな。大きな音が苦手。もう行ったら、 もう大きい音に、ビ,ビクッとして。娘はそんなことなかったから、あれは何なんだろうね。性格生まれも、兄弟でも違うんだよね。ビクッってって、大泣き。だから、近くで行くとさ、音が大きいから、音が一番あれだからね。もう離れるしかないじゃないですか。音が小さいとこでも、うウーってなってて。あ、花火苦手なんだ、と思って。 そっから花火大会行ってないですね。さすがにその子も今もう高校生なんで、きっと大丈夫だと思うんですけども、あれが最後だね。もうなんかこっちもトラウマで、なんかせっかくね、近くで大きい花火見ようと思ったら、音でビビってもうずっと泣いてるからさ、あ、もう、あ、もうダメなのねって、なんかトラウマだよね。<laughs> それ以来あん行ってないですね、花火ね。で、 花火だけじゃなくなんですけど、そうだね。その前に一曲 <laughs>、流しますね。えー、マルーン5でサンデーモーニング。はい、えー、マルーン5のサンデーモーニング。えー、なぜ、花火関連の曲じゃないのかって話ですよね。えー、実はトークテーマ話すつもりなくて、全然前に曲決めをしてましたので、えー、貫き通しております。まあ、というかサンデーモーニングを選んだのはですね、<laughs> 今日日曜の もう今夜になっちゃいましたけど、えー、日曜の朝にですね、まあ今後、毎週、えー、スタンド FM のライブをしようかなと。まあ、毎週と言っても収録が入ったらちょっとずれるかもしれませんけども。で、今日一発目やったんですよ。日曜の朝にね。まあ朝7時からやったんですけど、まあ誰も <laughs>、早すぎるかなと思いながら、まあきっと早すぎるんだろうなと思いながら、まあ7時からやりましてですね、いいです。もう毎週7時からやります。一応収録したやつがね、 まあ、アーカイブも配信しとくので、うん、まあ、日曜の朝に1時間ぐらい喋ってやろうのやないかということをですね、スタンド FM で始めております。一応ね、音源ダウンロードして再配信もできるんだけど、どうしようと思って、実はそこをそっと決めてない。ダウンロードして、まあ、それこそサブスタックとかにアップしてもいいし、まあ、けどね、スタンド FM でもポッドキャスト配信設定ができるわけよ。うん。 で、その、ライブ配信のやつもね、ちゃんと配信できるのね。あ、できるんだと思って。まあ、ただ、スタンド FM に他で配信した音源をアップしたりもしてるから、いやいや、二重になる二重になると思って。だから、ポッドキャスト配信はちょっとしない方がいいのかな、とかね。いろいろちょっとね、まあ、喋、まあ、ったやつを他で再配信しなくてもいいか。まあ、スタンド FM に残しとけばいいかね。<laughs> だだんだんくくさくなってきてきる、はい、そんなところで、えー、日曜の朝に始めてみました。聞ける人は聞いてくださいな感じですけど、まあ、ただ日曜の朝なんでみんなゆっくりしてますよね。ってことで平日夜にもやってみようかなと、うん、ふとその時 <laughs> 話しながら思ってですねちょっとこれは毎週やるかわかんないけど 水曜の夜に、まあ日曜の対局のね、空いてるとこ、水曜の夜にね、配信しようかな、生、生で、えー、スタンド FM で。何時ぐらいがいいかな、何時がいいかなって話してた気がするけど、10時ぐらいだったかな、えー。だから、このさ、音声の配信周りを整理したばっかりなのにさ、またこの日曜の朝に配信と、ライブ配信と水曜の夜にライブ配信とか入れちゃったらさ、 またちょっと時間なくなりながらですが、だからね、その水曜、一応ね、今ね、マイクアップオブティの配信を水曜にしようと思ってるんだよね、本編のね。で、まあ、マイカップって一応、各週だけど、アフター、で、アフタートークを、アフタートークじゃない名前にして、サブスク限定にしようとしてて、もう、最近アフタートーク、内容がね、アフタートークに限らずだから、だから、えー、本編、一般公開用のやつを、 配信して、えー、サブスク用の配信しての各種。まあ、その代わりサブスク用のやつをね、えっと、あ、そうだ。配信後1週間にしたけど、まあ、2週間にしようかな。2週間ぐらい。えー、誰でも、アップルポッドキャストのみだけど、聞けるようにして。で、水曜の夜のスタンド FM は、それこそアフタートークにしようかと思いまして。今日配信したあのやつだけど、みたいなところのアフタートークに、を一応テーマにしようかと思ってまして。 えー、そんなことを。なんか俺、配信多すぎだっつってたよね。なんか自分で苦しめてる気がするんだよな。うん。まあ、どっちかを収録用にしてもいいんだけど。まあまあ。一応ね。まあ、だから毎週、一応毎週目標で。うん。できないかもしれませんが。そうそう、それとさ、Twitter がなんかひどいじゃない だからディスコードもね、まあ、作ってはあったの。作ってはあったけど、全然活用してなかったけど、そっちを作って、だからライブ配信するかどうかっていうのも、まあ、その、ディスコードに書こうかな。なんか、どこに書けばいいのかもうわかんない。<laughs> ツイッターに書いても、皆さん見れるかわかんないからね。まあ、そんなことを思いながらですが、えー、続いて曲 <laughs>、2曲続けて聞いてもらおうと思います。プリンスの曲なんですけども、えー、っと、ちょっと別バージョンですね。パープルレインの。 ピアノあマイクロフォン1983バージョン。そして、ウェンズデーのピアノマ,マイクロフォン1983バージョン。2曲続けてどうぞ。はい、えープリンズのパープルレインとウェンズデーという曲ですね。まあ、ウェンズデーということで水曜日も配信しようかという形で思ってますよというとこで。で、花火大会ですよ。だから花火大会は、 もう息子が小さい時のトラウマから行ってないね。まあ子供の時はね、なんか行ったりもしてたんだけど、ね、近所の花火大会とかも自転車で行ったなと友達と行ったりしたんだけどね。だから最近は優雅に自宅のベランダから、大名古屋港で花火上がってるねって眺める <laughs> 感じです <laughs>。なかなか、はい、贅沢させてもらってますよ。 なんか見えるとこで選んだもんね。選んじゃった。選びましたよ。花火好きなんですよ。はい。で、そう、だから大きい音が息子苦手じゃないで、一回車の中でさ、雷が鳴った時、ドーンつってね。その時も花火の時と同じようにギャン泣きしてですね。<laughs> けどしばらくしたらもう泣き疲れてしばらくしたらですね、あのもう耳を押さえて、なんか静かになったなと思って後ろを見たらね、 もう耳を押さえて、もう顔が仏の顔になってるんですよ。スーって。感情がない状態。スーっていう顔してて。<laughs> で、それ写真撮っちゃってさ、<laughs> ずっと残ってんだけど、すごい、なんか面白いのよ。無の表情をして耳を押さえてるっていうね。よっぽど怖いんだなっていう。そんなね、だから、お子さんいる方とか、大きい音大丈夫ですかもう本当うちの息子ってダメだったんだよね。<laughs> 今どうかな今大丈夫かなはい。 最後にもう一曲だけ流しますね。マイケルジャクソンで This is it はいマイケル・ジャクソン「ジスイズ・イット」ですね。なんか「プリンス」を聴いたらマイケル・ジャクソンが聴きたくなっちゃいましてそんなことはないですか、はい、ということで花火大会では全く曲は全然違う選曲になっておりますが、えー、Spotify のトークテーマ花火大会の思い出をねお話しいたしました。 またご意見ご感想、えー、メールフォームを置いております。あと、ディスコードも立てまして、はい。ツイッターが不安定なのでね。で、えま w、あ、ツイッター生きてる時であれば、ハッシュタグ、ポトフさん、ポトフカタカナサインひらがない,いただければと、ま d、あ、ディスコードの方が正直助かるか。うん、あのツイッターコミュニティにリンク書いてますので、えー、よろしければということで、ポトフでした。じゃあねー。